アレンさんこんにちは、カンニスということで、本日からですね、このスター凱旋フェスガチャのサーブタイプのものが始まりました。まあ、これはですね、本日から2週間開催されるみたいな感じになっているんですけども、まあ、いつも通りですね、毎日無料ガチャであったりだとか、10プラス1回ガチャは4回目まで特別価格ということで、まあ、1回目に関しては50ジェル、2回目やったら100ジェル、3回目150みたいな感じで結構引くことができて、5個目まで行けばね、このスター凱旋のまあフェスガチャチケット、これはですね、星5の確率が普通やったら 10% なのが 15% になるので、普通のチケットで引くよりもいいっていうものになっていて、10個目まで行くと未所持キャラ確定、これ全5タイプの中からっていう感じになっているんで、まあ、絶対欲しいキャラがいるっていう場合であればですね、こちらまで引いていただいてもいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、毎日無料があるんでね、一番コストを考えるのであれば、まあ、毎日無料引いて、このサーブタイプの最後の日に、まあ、引くなりなんなりしてくれてもいいかなと思うけど、やっぱすぐキャラ欲しいからね、まあ、やっぱ1日目に引いちゃうんですけどまあ、とりあえずサーブタイプで、それが終わったらスタミナが来て、だからテレシアとか幻想ルチャー結構強いですよね。でスピードはですね、スピードタイプにずーっとパラライズかけることができる、この幻想コルネであったりだとか、 MVP クロの後継者、あと新生ウツロとかもおると思うので、その辺のキャラが欲しいのであればですね、もうちょい置いといてもいいんじゃないかなと思うけど、まあ、最近エースジールの使い道ってそんなにないじゃないですか。マジでこういうガチャの時ぐらいしか、あとまあギアの拡張とかもそんなぐらいしかないんで、僕はまあこの機会でね、引いていただくのがいいんじゃないかなと思うので、僕はまあ50連だけしてね、やっていきたいなと思います。で、まあ、毎日無料からね、まあ、引いていこうと思うんですけど、まあ、そうやね、サーブタイプのね、当たりキャラって本当にさっき表示されていた怪奇クロカと、あとまあちょっと見ますか、どこ行った、怪奇クロカ、追憶ティナ、怪奇ミュウヤ、この3体だと思うんですよね。他のキャラも一応ね、このラインナップを見ることによって書いているんですけど、クロカ、ミュウヤ、ティナ、そしてミラーでしょ、ゼロキス、エシリア、結構古いんですよね。月見も今使えないですしね、フローリアも、まあフローリアも悪くはないけどね、この子結構いいギアあるんで、まあそれつけるとか、コリンとかもね、高頻度で飛燕打てたりするから、まあ使えるっちゃ使えるけど、まあ最強ってわけではないから、まあ超当たり枠はさっき見えてた3体かなっていう感じです。なので、まあ持ってなかったら引いてもいいしってぐらいだと思うんですけど、とりあえず引いていきますか。そうやね50ジュエル使ってもギアスタイルの10個しか手に入らないと。てかこんなに文章いっぱい書いてたっけ、いいのかな、これ普通に入って押してドン。さあどうなるか。まずね、まあ新しいキャラが落ちてきてくれると嬉しいんですけど、僕はですね、怪奇ムエ持ってないのと追憶ディナー、この2人とも持っていないので、まあ何人に1人の逸材になれば当たるんかな、ちょっと分かれへんけれども、いやいいね、虹一つはマジでありがたいよ。しかも最後の方ですね、10連目のところに、まあ星を確定が来ているんで、はい、これ今2体目3体目どっち、あ数え間違えた、分からんくなったさあお願いします、上から打ってきてください。あー、かぶったー、リニアがかぶりました、終わったいやーこれきついよな、100エースジュエルって結構な数やからな、さすがにそうなんやな。まあ、追憶ティナとかも今結構霞とかさ、深淵ルカが結構スペシャルを殺す系の性能を持ってるんで、使い勝手ちょっと悪かったりはするんですけど、まあ、その子たちを他に戦ってしまえば、追憶ティナって本当にね、まあ、結構勝てるんですよ。前にも動画出してるんで、ぜひ見てくれたらなと思うんですけど、結構強いんですよね。もうこれしょうがないですね。僕はもう怪奇クロカしか持っていないので、まあ、今回はですね、この怪奇クロカを使って久しぶりにタワーやっていきたいなと思います。このチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。はい、というわけで1戦目やっていきたいなと思います。相手レート2338で、まあ、相手も怪奇クロカがいるので、怪奇クロカ同士の戦いになるんかなと思ったら違うかったいやこれコール打つにやばいな、これ、強っ、そんな強いなんか障害物ギミック的な感じで通り抜けることもできひんからさ、普通に戦うの嫌やな。で、まあ、相手はあの子で来ましたけども、初めの方この子リーダーにしとったら打球効果無効がついているんで、あ関係ないわ相手のラケット打球効果無効とか関係なくあれでしたね、普通に全体に10秒ずつ暗闇かけるっていうやつでしたね、忘れてください。ただまあリーダーにしとったらそういうのあるんで、ミラだけとかね、交代した後に効かへんっていうメリットとかはあったりします。これで飛燕なんでね、こうやってフェイントとかいい感じ入れとけばね、決まったりはするんやけど、まあ全然フェイントかかってなかったねいやここから俺巻き返せるんかな、大丈夫かな。でもこっからまあこうやって高いとこスマッシュします。え、なんで今取られんかった、ラケット打ってんけど。やば、相手 SS。え、やば、俺大丈夫かないや、久しぶりすぎんな。怪奇クロカ現役の時もね、俺光線ジュダー使ってたからね。あれなんですよね。え、何すんのやろ。はい、これで返して、はいはい。まあ、空中でギミック無効もついてるし、もちろん地面無効もついてるんで、
ノックバックすることはないっていうのが非常に強いとこですよね。で、まあ、これ10秒間ね、バースし放題の時間があると思うんやけど、その着弾点のところにね、ノックバックの柱がブワーって出るんで、まあ、それによって相手をノックバックさせて倒すみたいな。なんかこのさ、射出ギミックじゃないな。なんていうの、これ追いかけるギミックを無効にするっていうキャラね、最近多かったりするんやけど、まあ、それであってもこのノックバックが効くパターンが結構多かったりするんで、怪奇黒化で勝てるよねっていうのがね、最近多発してるんで、マジでこの子は最近株が上がってるキャラなんですけど、さあ、怖っ。ちょ、これ、怖すぎる。俺、今までまだ四方だよな。オッケーオッケー。はい。で、相手体力全然ないと。相手ね、体力を消費して、スペシャル打つっていうキャラやからね。まあ、しょうがないよね。よいしょ。ただ、相手の弾が全然遅くなれへんキャラが多くなってきてるから、そこはちょっとね、厳しいところではあるけど、それでもあのノクバと、この、絶大なる防御力は神。危ない、今。いやー、今の決めたかったなー。いやー、なんか来る。怖い怖い。ちょ、待って、まだ？バスまだ？バスまだ？オッケーオッケー。これで、はい、まずね、まず入れ歯ギミック作って、はい、これちゃんと返します。で、どっち打つんかな。で、あえてまっすぐスマッシュ。やば、危ねえ。いや、ほんとできんかったー。マジか、ちょっと、これは、あかんな。入ってくる2戦目やっていきたいなと思います。アイデアレート2564で、かすみと赤髪の冒険家と追憶ティナがいるっていう感じになっているんですけど、追憶ティナって、勝たれへんかったよな、多分。いやーきついな。でもこの初手のエアモードバーンナイス。相手まだジャスト打ってなかったからね、まあスペシャルを持っていなかったと。で、打球効果向こうがまだ終わった。10秒は思ったより早かったですね。よいしょ、いいんじゃ今のタイミングのロブ。ただ相手スマッシュ打ったからスペシャル1個獲得しましたと。で、まあ非 SS 打って、まあこれラケット振ってちゃんと取って、相手もうすぐ SS 打てるかな。はい、タイミングナイス。いや、今の教授よかったら、いい感じにネット前から早い球打ってたんで、満足ですと。よいしょ。で、これでシュンシュンってやっといて、普通に、あれ、スマッシュ、あれ、スマッシュもそれに変わんの？もしかして。知らんかったぞ。よいしょ。まあ、着弾って見えるからね、これ消える球もそこまで怖くないと。やばい。いやー、ちょっと楽かった。いやー、低バウンドボレーとかあるんやったっけ、追憶ってなって。消える球からの低バウンドボレー系って結構強いよな。邪神ハルとかさ、あと誰やったっけな。なんかそういう系の子もおるよね。よいしょ。で、うわ、あれエアモード発動はなんでせえへんかったんやろ。あー、俺あれかな、深淵ルカずっと使ってるからさ、エアモード横にも移動するもんやと勝手に思ってしまってんな。この、普通のエアモードは斜めにしか行かないんですよ。アウトなんそれ。だからそこはちょっと気ぃつけないとダメですね。はい、というわけで3戦目やっていきたいなと思うんですけど、はい、で、レート高すぎるな。もう3000超えてるんとか、やばいな。で、かすみとアクセラと、あともう一人誰かおったって感じやねんけど、まあ、頑張っていくか。よいしょ。これで、まあ、姿消されます。で、スマッシュ頑張ります。どうしようかな。エアモードいい感じの時使いたいけど、守りに使っちゃったな。さあ、どうするか。おー、びっくりした。これで、スマッシュして、なんかスマッシュの速度遅ない。バックハンドで返してるからかな。で、相手多分もうじけ SS 溜まってるんですよね。なので、ちょっとバーストだけ発動しといて、スマッシュこっち打って、さあ、どう来る？オッケー。姿が消えてる間は飛炎やんな。まあ、飛炎はエアモードで全然追いつくと思うから、お、ラインズマーナーズか。久しぶり見たな。あれ、なんでエアモード、あ、せ、横に行かへんねんや。深淵ルカとごっちゃなりすぎやな。斜めにしかエアモードは進まへんから、今のは右上に行くべきやってんな。これはしょうがない。私が悪い。よいしょ。おー、スマッシュそうなんだな。よいしょ。あ、もう、バーストの時間終わった。よいしょ。やばい、相手がどんどんエアモードばっかなるし、ほんで、灼熱ストームが地味と俺を蝕んでいってる。いやー、無理だよ。体力なさすぎる。ただでもエアモードあったから、今のはちょっとエアモードで取れさせつあるな。いや、普通に、私の推しにやられてしまう。よいしょ、危な。あれ、あ、移動系スキル、あ、忘れてた。そうか。あ、なんなん、なんか最近あんま見えへんくなったら、ラインズマンアラゼ強いやんけ。くっそー。これ勝てないな。俺この子しか入れてないもんな、今の編成。いや、無理だな。いや、久しぶりにラインズマンアラゼ使いたくなったな。普通にだってオンザの SS って、よない？この子しか打たれへんねんで、今のところ。で、途中からオンザしか打てないようになるでしょ。それも結構いいとこやんね。で、なんかお花ずっと当たってるけど、全然弾遅くなってないしね。なんか黒かってね、顔手術されたじゃないですか。そんぐらいこの子やばかったんやけど、その後もね、この子を対策する性能がね、いっぱい出てきてね。結構ね、肩身が狭くなっていったキャラなんですよね。なので、まあでもまあ普通に強いけどな、深淵ルカとかもね、お花は効かないですけど、ノックバック、エアロのせいでね、ノックバーめっちゃ効く性能あるじゃないですか。それによってね、めっちゃ飛ばせるんですよ、ノックバで。
このバーストの時のノクバで。いやーちょい、これ移動系スキル雰囲気きついなマジで。これ SS カウン、SS 相手に取られた時のやつが移動系スキル雰囲気やったっけ。いや普通に厳しい。いやー厳しいで移動系スキル永遠と封印されてるもんな。こんなん攻めようなさすぎん。よいしょ、 SS 打って、はい無理なんかちょいラグかったな。いやーまあまあまあ怪奇黒か、多分使いこなせたら超強いと思うんですけど、まあ結構苦手なキャラがある程度いたりはするんで、その辺のじゃんけんとかうまいことやっていただけるといいんじゃないかなと思います。ということでまた皆さんお会いしましょう。バイバイ。